ません、今日多数決によりまして休長になりました。不慣れですけどもよろしくあと当館の方から今日 の予定等について説明いたしますのでよろしくお願いします。あ、当館渡辺君です。当館の渡辺です。今日この高校の講師を借りしまして、特別授業をやることになりました。休みで昨日まで学校祭で今日は高校休みのところ校長先生や教頭先生に出席願いまして、お手伝い願いましてこのように開くことができました。感謝申し上げたいというふうに。おはようございます。おはようございます。広尾高校の校長の川崎と申します。この4月に札幌から赴任させていただいております。渡辺様の方からですね、このような企画のお話を伺いまして、そしてまた皆様の50年後には集まられるということで、ね、これだけの人数が集まるのは非常に羨ましく思います。それでは自由に入ります前に今日の注意事項だけ。まず携帯電話の着信音は消してください。それから今日 の禁止事項、喫煙飲酒はやめてください。それと不純異性交友はやめてください。それだけ注意していただいて、また後ほど掃除当番、今日自由態度よくなかった方は末当番ございますので掃除をしていただきます。現在の役職は北海道体育協会参与、北海道スポーツ指導者協議会顧問、北海道バレーボール協会副会長、日本バレーボール協会参与を務めております。以上で雑把ですけれども、安田先生 の現在までの、略歴ですを紹介いたします。それで早速45分か、はい、それで、はい、みんな45分以上持ちませんから。はいおはようございます。前町長さんがしっかりと、ね、上着を着ておられるので朝の挨拶だけ上着を着させていただいて、早速ぬんくずに出しました。いや本当に50年ぶりに緊張した一瞬を迎えましたね。緊張してます。こんなに人の前でお話をさせていただくのに緊張してるっていうのは本当に久しぶりであります。でも45分努めてまいりたいと思いますが、まずは昨日大変素晴らしい会議に出席をすることができてありがとうございました。今お話あったように私90をこう迎えまして、子供たちはさっぱり私を祝ってくれません。皆さんがこの私の記事を祝っていただく感謝を申し上げたいと思います。で、今おっしゃる4年前定山渓でこの会が持たれました。その時、高松さんが帰る時だったと、なんか先生今度やる時は50年だから教室で授業やるよ、いい、分かった、お世話になってね、なんていうようなことで、まさかそんなこと言わないと、相当多いような感じで、いいよ、そういうのは、なんて言ってたんですが、現実になりますと、申し上げたように、緊張をしておりますが、昨日、それでもね、先にこうアルコールも伴った咳で、だいぶ、気も和らいで、きましたので、なんとか努めたいと思います。で、久保さんから話し合って、いいふりしておしゃべりする機会は相当あります。現実にあります。高等学校なんかにも呼ばれて、全校生徒の前で講演会も何回かも体験がありますけれども、皆さんの前で50年だから、花田何やってたんだということが、自分が一番、専門としてきたことを何点かピックアップして、お話をこうしたいと思います。一般的には体育のスポーツも一緒かなということで、私は
体験してずっと1年間というのは石尾がやってくれるスポーツの、ね、嬉しい、楽しい、愉快だ、面白い、やってみたい、要そういうのをさせるのが指導者の役割で、あそこにまた4番目に関わるんですけれども、かっこさんに競技スポーツと筋繊維って書いてありますが、一番その指導者が、ね、スポーツ未来を作るのが分かりやすいのが、人間の筋肉にはなんかね、体育のゼミみたいでかっこいいね、速筋繊維、速く、速く、速、速、ね、速度の速、筋、速筋繊維と四筋繊維、鶏でなんか遅い、遅刻の筋肉、四筋繊維、2種類ある、白い筋肉とマグロと同じ赤身と白身ある人間の筋肉、これは理論的には月の世界に行ったらすば変わりますけど、食べ物とか生活習慣でこの筋繊維の細胞数は変わらない。皆さん少し体育の地味みたいな、いよいよ本題、スポーツというディスポルトって聞いたことありますよね、北海道体育協会のレストランとの店の名前、ジ、この今入れ歯の位置がね、今日なんかずれてる。これ、そこはラテン語的にスポーツの語源、ここね、ちょっとね、体育の学生あたりはもう必死で、ここが大切なとこだから一番先に、ディスポルトって英語で言うとキャリアウェイっていうことなんですけど、そのディスは離れるとか運ぶっていう。仕事から離れて皆さんこうやって日常生活してますね、制約を受けてストレスを溜まってますね、それをそういう場から体をどこかに移して、それからそこでやった、ここでこうやって俺45分ね、ストレス感じるじゃん、ここでリラックスはダメだ、この場所から違う場所の状況に行って、そのストレスを与えた人の因子をないところで、そのストレスを投げてしまう、これがディスポルトですね、そこから英語で言うとカリアウェイという、そのストレスを遠くに投げてしまう、これがそう、スポーツ指導者論の、私がその偉そうにしてこう指導者に話するでしょ、そこの骨格がここから始まるんですね。まあ、そんなようなことをやってまいりました。木下さん、ごめんなさい。もう出てしまいました。はい、それでは以上でお話ししていただきます。はい、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